イエロータバンの戦いは、南北戦争のオーバーランド方面作戦の一部として、1864年5月11日に行われた戦闘である。北軍と南軍の騎兵隊が衝突し、伝説的南軍騎兵の指揮官 J.E.B. スチュワート、少将が、瀕死の重傷を負ったことで、最もよく知られている。オーバーランド方面作戦は、 北軍ユリシーズ・グラント中将が1864年に南軍ロバート・イーリー将軍の北バージニア軍に対して取った構成だった。この両軍は今夜の戦いでは決着がつかずスポットシルバニア・コートハウスの戦いでは激戦が続いていた。この時点までに北軍騎兵指揮官フィリップ・シェリダン少将はこの方面作戦における自分の役割に不満だった。 その騎兵軍団は、ジョージ・ミード少将指揮下のポトマック軍に割り当てられており、ミードはグラントに従っていた。ミードは、シェリダンの部隊を、主に遮兵や偵察という伝統的な役割で使っており、一方シェリダンは、敵軍の後方地域に広範囲に襲撃を行うための独立して、活動を行う攻撃武器としてその騎兵軍団を用いることに価値を見出していた。 1864年5月8日、シェリダンはミードを飛び越して、グラントにもし、騎兵軍団が独立した部隊として行動するよう、許されるならば、北軍にとっては長い間の宿敵だった、J.E.B. スチュアートを倒せると告げた。グラントはその話に興味をそそられ、シェリダンの要請の価値について、ミードを説得した。5月9日、 東部戦線ではこれまで見たこともなかったような1万名の、騎兵と32門の大砲からなる、最も強力な騎兵隊が、南東に動き、リー軍の背後に回った。この部隊には3つの目標があった。最初のものは、鉄道の線路や、補給物資を破壊することで、リーの補給線を妨害することであり、2番目のものは、アメリカ連合国の首都リッチモンドを脅かして、 リーの気をそらすことであり、3番目が最も重要なことで、スチュワートを倒すことだった。北軍の騎兵隊は、当時13マイル以上にわたって広がっており、その夜には、ビーバーダム駅の南軍全身補給基地まで到着した。南軍は、北軍が到着する前に、重要な軍事物資の多くを破壊することができていたので、シェリー団体は、 バージニア中央鉄道の多くの列車や6両の機関車を破壊し、電信線を切断し、荒野の戦いの時に捕まっていた北軍兵400名近くを救出した。スチュワートはその4500名の騎兵をシェリバン軍とリッチモンドの間に入るように動かした。両軍は5月11日正午にリッチモンドの北6マイルに位置する放棄された宿やイエロータバンで返した。 北軍は勢力で3個師団あり、2個旅団の南軍を上回っていただけでなく、火力でも優れており、連射のできるスペンサーカービン銃を全員が備えていた。南軍の騎兵は、リッチモンドに至る道路に隣接する低い尾根から、頑強に抵抗し3時間以上も戦った。 馬にまたがっていたスチュワートが激励の言葉を叫ぶと、第1バージニア騎兵隊の反撃で前進してきていた、北軍騎兵を、丘の頂上から押し返した。第5ミシガン騎兵隊が交代して、スチュワートの横を通り過ぎる時に、馬を降りていた北軍の兵卒で、元は、狙撃兵だった48歳のジョン・エーホフが振り向きざま、その44後継拳銃で従内死30ヤードの、 距離からスチュワートを撃った。スチュワートは翌日、リッチモンドで死んだ。戦闘はスチュワートが負傷してからも1時間続き、フィッツ・ヒューリーが一時的な指揮を取った。シェリダンはその部隊を前線から離し、南のリッチモンド方面へ向かわせた。リッチモンド市の北にある、ささやかな守備隊を突破する気にもなったが、 下ホミニー川を越えてさらに南に進み、ジェームズ川のベンジャミン・バトラーの部隊と合流した。シェリダンの襲撃は無条件に成功だった。625名の損失をこむったが、南軍兵300名を捕虜にし、北軍兵捕虜400名を取り戻した。しかしその最も価値ある勝利は j b スチュアートを殺したことであり、ロバート・イーリーからその最も経験を積んだ。 騎兵指揮官を奪ったことだった。ありがとうございます。